川島亮は千葉県千葉市稲毛区出身の元プロ野球選手、宇藤左田。稲毛中学校から北千葉ポニーに所属し、野球を始める。千葉経済大学附属高校を卒業後、八戸大学に進学、公式野球部に所属。大学の同期には石川県がいる。一年から登板して二年で同校初の大学選手権に出場。 三年時は二回戦で先発勝利し、ベスト8。日米大学野球に出場したが、四年時は右肩痛を発症した。2003年度ドラフト会議でヤクルトスワローズに自由、獲得枠で入団。背番号はかつてスワローズのエースであった松岡博士や川崎健次郎が背負った、17となった。 2004年は中盤以降から防御率を向上させて先発の柱となり終盤には5連勝で10勝を挙げ防御率もリーグ3位の3.17を記録し新人王に選出された。2005年は前年の活躍から一転して右肩通でで遅れたが復帰後は29回連続無失点を記録するなど高騰を見せた。しかし、 打線の援護に恵まれなかったため二桁勝利には及ばなかったが自己最高となる防御率2.81を記録し課題だった基本類打も半減打撃でも投手ながら打率3割以上を記録するが終盤に右肩痛を再発症させて離脱2006年から2007年にかけては通算六勝に止まり2007年オフに右肩のクリーニング手術を行った 2008年からチームに同性の川島慶像が移籍してきたことにより、スコアボード表記や場内アナウンスがフルネームとなる。前年の手術によるリハビリの影響で開幕一軍登録を逃す。5月4日に昇格するが、交付調の波が激しいため、即二軍へ降格。6月7日の最昇格以降は勝ち星を積み重ねるも、 対読売ジャイアンツ戦を極端に苦手としたほか、終盤は5試合で8本塁打を浴びるなど、成績を悪化させた。2009年は、不安定ながらも開幕から、先発ローテーションの一角を守る。しかし、セパ交流戦で組まれる変速ローテーションの都合によって2軍へ降格すると、7月の1軍3勝格以降は、 当番すれば失点する状態が続いたことで7月30日に2軍へ降格。8月26日に1軍へ昇格。同日の広島東洋カープ戦で先発当番するが自滅して、翌日に2軍へ再降格。そのままシーズンを終えた。2010年5月3日に1軍へ昇格すると、約1ヶ月間を中継ぎ当番によって実戦の感触をつかみ、 6月1日の福岡ソフトバンクホークス戦でシーズン初勝利を挙げる。その後は、登板機会がないことで6月21日に2軍へ降格、そのままシーズンを終えた。同年12月24日、幼稚園教諭として勤務していた一般女性と入籍。2011年8月14日に1軍へ昇格。同日の阪神タイガー,アース戦で先発するも3回に、失点で降板。 翌日に2軍へ降格、シーズン1試合の登板に終わった。同年11月21日、金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。背番号は61。2012年には2軍で12試合に登板し、1勝2敗、防御率6.60。1軍には一度も登録されることなく、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。 11月9日の12球団合同トライアウトに参加したものの獲得球団はなく2013年3月17日に現役引退を発表ヤクルトの2軍スコアラー兼打撃投手に就任することが決まった現在は東京ヤクルトスワローズの1軍マネージャーを務めているありがとうございます